東京都議会の百条委員会で証人喚問された浜渦武雄元副知事ら2人の証言が偽証と認定される見通しとなりました。百条委員会の理事会では、自民党以外の5回派が浜渦元副知事と赤星恒明元理事の証言を偽証と認定すべきだと主張しました。自民党は偽証に当たらないとしましたが、 誤解派がが過半数を占めめるるた偽証認定される見通しです自民党の櫻井委員長は無理やり手続きが進められるのは受け入れられないと述べ委員長の辞任を表明しました。偽証認定の議決は 新委員長の選出後に行われます。